はい、どうも、エプラスチャンネルです。今日はですね、岐阜県の関市にあります、これ100年公園っていう大きな公園に来てます。岐阜県ができて100年を記念して作られた公園になります。で、この中で今これですね、ちょっと寄ってきてください。これ冒険の森っていうのがあって、この冒険の森っていうのは木の中にアスレチックを作って、例えばジップラインだったり、なんか木で作ったやつを歩いていくとかね、っていうちょっとスリリングな遊びになってます。といってもちびっこ、5歳からとかでも普通にできるみたい。まあ5歳っていうか110センチかな、身長110センチからできますっていう風なので、子供でもガンガンやってますけど、今日これを体験しに来ました。では早速行ってみましょう。分かった、まっすぐ行けるようになった。やってまった支えになることがない。揺れる。めちゃくちゃ揺れるじゃん、これ。よっ。むずっ。結局最後までさ、毎回ひっくり返らないけど、もうかわいそうなリュック。